はい、今回きらめき号グリーンコースに乗っていくわけなんですけど、今回の787系はマーク式でしたね。最近フルカラー LED に更新されてるみたいなんで、マーク式なのもレアかもしれないですね。ということでね、787系6両編成です。ありがとうございます。この列車は5時号です。グリーン席は1号車、指定席は2号車、まあ、グリーン車も優秀ですよね普通に。自由席は3号車から6号車です。入っていいのか分かんないんでやめておきますけど、1号車2号車をご利用の際は指定席券が必要です。お手持ちの切符をご確認ください。発車までしばらくお待ち。いや本当にすごいですね、ガチでめっちゃ広いです。まあ、鍵をかけることもできます。九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急きらめき4。喋るスペースもあります。まあ、もともとね、公衆電話があったような場所ですね。降りの際は忘れ物をなさいませんようご注意ください。終点持ち込み機には2分少々遅れての到着です。列車が遅れましてお客様にはご迷惑をおかけいたしました。申し訳ございません。この列車は終点持ち込み機到着後回送列車となります。引き続きのご乗車はできませんのでご注意ください。ご乗車ありがとうございました。終点門司港に着きます。
い、ということでね、門司港駅着きました。やっぱこの雰囲気いいですよね。やってきたきらめき4号は折り返し回送列車になるようです。ということでね、駅郊外で終わりにしたいなと思います。3号車はね、元ビュッフェ車両なので天井がね、面白いことになっています。そしてこっちにはコンパートメントがあります。